はい、ということでね、やっていきましょう。アモングザ・スリーパー。ということで、やっていくんですが、ちょっと画面ね、やっぱ僕も見づらかったんで、明るくしてきました。ということで、今回からね、この明るさでやっていきましょう。僕も見やすいです、非常に。何があるかが目視しやすいですね。これによって、あらゆるものが見えるんで、まあ、探索もはかどるかなと。さあ、いろいろね、操作確認させてください。よし、こうだね。じゃあ、やっていきます。ここに消火器があったみたいですね。知らなかったです。さあ、音は聞こえるんですけどね。前回ね、いろいろ上に登ったりみたいなことしたんですけど、何にもね、発展がなかったんで、カランコロンカランコロンと、カランコロンカランコロンと音が鳴りましたけど、大丈夫、ちゃんと確認して。はい、誰もいないと。さあ、またなんかこぼれましたね。ママ？ママじゃないな。あ、落ちてる。よし、ゲットだぜ。まあまあ、手当たり次第開けてるんですけど、大丈夫かな？なんか食べてるような音。まあまあ？いろいろ落ちてるね。大丈夫かな？あ、お久しぶりですから。ここ閉まってるんだね。戸締まりはちゃんとしてるみたいなんで、しゃがんじゃなくてここだね。奥にも手前にも開きます、このドアはね。あ、ぐちゃぐちゃ聞こえるよ。あ、前回はコンバースを散らかした。あ、相変わらず明るくしても見えづらい。何の心臓音これ。すごいドキドキ。何このドキドキ。ママ？いないね。ママ？明るくしたとて全然暗いっすね。あれ、前回ここ開いたっけ。勝手に あこんな具合にお部屋はなってましたよと。いや、見やすい、かなり。で、ここにママがいるんですよ。ちょっと見えづらいんですけど、ママがね、寝てるっぽいんですよね。で、僕はここの戸のね、ドアを開けたいなーなんて思ってたんで、
ここをいろいろ探索したんですけど、開かずと。ということはここじゃなかったんですよね。あ、ちょっと青みがかってね、前回よりは見えると思うんで。さあ探していきましょう。何か行ける場所がね、あるはずなんですよ。で、ここがね、すごい臭いなって思ってるんですけど。ここ開かないのかな？消火器。ああ、どこか。まだ僕が知らないお部屋があったりするのかな？さあさあさあ。ここが開いちゃったり。このゲームは、椅子がね、椅子に乗って、塔をね、開ける感じになるんで、これ前回も言ってたんだけど、閉められてます前回戻れたんだけどね、閉められております。お、ここに戸があったね。で、彼女だっていうのはこのお方。今日もやってるかい。さあ、ここは開かない。でしょ。ロックかかってんだよな。鍵がかかってて開かないよってことでしょ。となると、さあ、どうやってやれば届くかな。ここ、あ、ここですね。ドアの前。こことか開く？開くね。じゃあ、出します。ここ開かないのかな？ここ開かないね。閉めるなや。これさ、どうやってあげる？こっちか。あ、めっちゃ出る。え？これもしや？ここから行くのでは。あ、2歳児。届きますねー。ママやっと、ママ来れたよ。ママ。これママ寝てるでしょ。これ登れない？ママ寝てる。何もできないね。ここには登れる。あ、ママ。何？え？え？ちょ、めっちゃ怖い。なんか来た。え？なんかモヤモヤしてる。よし。ママの子守歌が聞こえる。
黒いすすが。え？あ、繋がった道が。黒いすすが？あ、ママの足音では？足音？足跡では？いや、とりあえずね、ママに、ご飯ちょうだいっつって。持ってこう。ちょ、待て！なんかいる！めっちゃ怖っ。やば。鳥肌やばい。やばいやばいやばい。なんで？ママ？ママ。ママ、ミルク。ママ？どこ？あー、なんかすげえ音か。なんか、え？端っこでミルク。ソファーの端っこでミルク。ママ？ちょっと。チャリみたいの見えるな。ママ？ご飯。ちょっとだけいるとこ。ここ、ママ。なんだここの、この世界は。チャリが置いてある。誰かいる。ママ。すごい、モノクロになっちゃったよ、ママ。おばあちゃんのもの？ I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? 前後に行こうか。あ？ママ、僕のミルク。ママのちょっと、ママの左手に、よし、取れる。え、戻ってきました、現世に。ママ？記憶を表示させるには X。 あ、なんか出てきたよ。押したら、え、いいのかな、落ちちゃうよこれ。あー